皆さんこんにちは、みかんくるです。今回は贈り物にもぴったりなカーネーションのペンキャップの作り方をご紹介いたします。材料はこちらです。今回使用するのは茎部分に使う色の毛糸とお花部分に使う色の毛糸、2色の毛糸をご用意ください。今回私は 3.5 ミリ6号サイズのかぎ針を使用して編んでいきます。まずはじめにお花の中心から編み始めていきます。輪の作り目をします。指に二重に巻きつけてから輪の中に針を通して向こう側の糸を手前にくぐらせていきます。ここから鎖編み一目を編んで立ち上げてから輪の中に細編みを6回編み入れていきます。1回、2回、3回、4回、5回、6回、細編み6目が編めたら輪を引き締めます。まず糸端を軽く引っ張ってみて、二重になっている輪のうち縮んだ方の内側の糸を糸端が出ているのと同じ方向に向かって引っ張ります。最後にもう一度糸端を引っ張って完全に輪を引き締めます。はじめに編んだ細編みの頭に針を通して引き抜き編みをします。これでお花の中心にあたる部分1段目が出来上がりました。次に鎖編み1目を編んで立ち上げてからすぐ根元の初めの目の手前の1本だけに針を通してここに細編みを2回編み入れます。1、2、次の目に進んで同じく手前の1本だけに針を通して細編みを2回編み入れます。次の目からも同じように手前の1本だけに針を通してそれぞれ細編みを2回ずつ編み入れていきます。細編みが全部で12回編めたら一周できたことになります。はじめに編んだ細編みの頭に引き抜き編みをします。ここまで編めたら一度糸を休ませておきます。編み始めの中心から出ている糸は短くカットしてしまって構いません。次に茎を編むための緑色の糸を持ってきます。編み地の裏側を見てみると
先ほど表側の1本だけを拾って編みましたので、裏側の1本がこのように編み残されているのが見えると思います。ここにつなげて茎を編んでいきます。まず、外側から中心に向かって、このように針を通します。糸を引っ掛けて、外側に糸を引っ張り出します。鎖編み一目を編んでから、もう一度同じところに針を通して、細編みを一回編みます。次の目に移って、ここにも細編みを一回。次の目にも細編みを一回。同じように一目に一回ずつ細編みを編んでいきます。細編み6目が編めたら1周できたことになります。はじめに編んだ細編みの頭に針を通して引き抜き編みをします。これで茎の1段目が出来上がりました。鎖編み1目を編んで立ち上げてから2段目を編んでいきます。まずはすぐ根元の初めの目に針を通して糸端を一緒に編みくるめるようにしながら細編みを一回編みます。次の目にも糸端を編み込みながら細編みを一回、次の目からも順番に一目に一回ずつ細編みを編んで一周編んでいきます。細編み6目が編めたら1周できたことになります。はじめの細編みの頭に引き抜き編みをして、これで茎の2段目が出来上がりました。同じように繰り返しながら茎を6段まで編んでいきます。1段あたり細編み6目を繰り返しながら6段まで茎が編めました。ここで糸をカットします。糸端の始末ができたら、これで茎の完成になります。この部分に鉛筆が入るようになります。続けて、先ほど休ませておいたお花の続きを編んでいきます。糸を元に戻してから、まずは鎖編みを4目編みます。1、2、3、4、
次に針に糸をかけてからすぐ根元の目の向こう側の一本だけに針を通して長編みを一回と鎖編みを一回、もう一度同じ目に長編みを一回と鎖編みを一回編みます。次の目も同じく向こう側の一本だけに針を通して長編みと鎖編みの組み合わせを3回編み入れていきます。長編み、鎖編み、同じところに針を通して長編み、鎖編み、もう一度同じところに針を通して長編み、鎖編み。次の目も同じように向こう側の半目に針を通して長編みと鎖編みの組み合わせを3回編み入れます。1、2、3。次の目からも同じようにそれぞれの目に長編みと鎖編みの組み合わせを3回ずつ編みながら一周編んでいきます。同じように繰り返していきます。同じ作業を繰り返しながら一周編んできたところです。このまま続けて今編み残しておいた手前の一本にも同じように長編みと鎖編みの組み合わせを3回ずつ編み入れていきます。手前の1本に針を通して今してきたのと同じ作業、長編みと鎖編みの組み合わせをそれぞれ3回ずつ編み入れていきます。2、3。次の目に進んで同じく1、2。先ほど編んだ外側の花びらが針に引っかかりやすいですので引っかからないようにこのように倒しながら編んでいくと少し作業が楽だと思います。同じように繰り返しながら一周編んでいきます。
手前の1本にも同じ作業を繰り返しながら1周編んできました。今最後長編みと鎖編み1目が編めたところですが、続けて鎖編みをあと2目編みます。1、2、ここで編み地を裏向きにひっくり返します。すぐ下の長編みと長編みの間のスペースに引き抜き編みをします。続けて鎖編みを3目編みます。次のスペース、長編みと長編みの間のスペースに引き抜き編みをします。また鎖編み3目を編んでから次のスペースに進んで引き抜き編みをします。鎖編み3目を編んだら次のスペースに引き抜き編み、同じ作業を繰り返しながら最後まで編んでいきます。同じように繰り返しながら最後まで編んできました。最後のスペースに引き抜き編みができたら、これで編み終わりになります。糸をカットして、出ている糸足を始末します。糸の始末ができたら、これで完成になります。今回も最後までご視聴くださいまして、ありがとうございました。